日本の植民地支配によって韓国の国民に対して多大な損害と苦痛を与えたことに対しまして心からの反省とまたお詫びの気持ちを持って今いろいろな展示や施設や拷問の後見させていただきましてこれは総理大臣としてというよりもむしろ一人の政治家として一人の人間としてこのような苦痛と犠牲を強いられた方々の無念の気持ちこれを忘れてはいけないなと思いました。韓国、アメリカ、日本というのは互い同盟関係にあります。そしてアメリカと韓国と日本、これまた民主主義と市場経済重視しております。この三国が協力することによってさらにアジア全体の発展、世界の繁栄に寄与するのではないかと、心から私は思っております。このワールドカップを韓国、日本両国の交流事業の一つとして、お互い成功させ、21世紀初めての大きな共同事業ですが、このワールドカップ、日韓共催ワールドカップがこれからの日韓両国のますます広がる協力分野の一つとしていろいろな事業をお互い知恵を出しながら考えてそれぞれの立場で日韓協力を広げて日韓友好関係の発展を期していきたいと思います。이근본적인현안문제를아주성실히적극적으로풀어나가면서국제외교도이루어지는것이우리의바람입니다굽실거리고우리나라가없으면없는대로일본은뒷거래로정상회담을추진하는데그것자체도애처음부터그사람이들어오는걸막았어야되지만막지못한이상에는냉랭하게할말은하고이빨을보이고휘적거리는모습을우리가보이지않고당당하게주권국가로서질책할것은질책하고요구할것은요구하고또받아낼얘기는받아내고해서민족의자존을살려야될것입니다